これすごいですね。これシューティングゲームのもう時期ですよ。はい。シューティングゲームの時期にあってもおかしくないですよ。これね、ディスプレイスタンドの角度も相まってめちゃくちゃかっこいいですね。皆さんこっちです。ジェイソールグブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴディズニー&ピクサーバズライトイヤー XL15 シップです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは去年の4月に発売されたレゴです。こちらは去年放映されていたピクサーのライトイヤーに出てくるスペースシップになっております。先言っとくんですけど、僕この映画見たことなくて、これは、ジャケ買いで買いました。トド箱はこのようになっていて、このスペースシップめちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここにバズライトイヤーがいます。僕トイストーリーのバズしか知らないんですけど、ライトイヤーのバズめちゃくちゃかっこいいですよね。箱の後ろはこのようになっております。こちらの定価は約8800円で、ピース数は4977個です。ちなみにこちらは徳島のトイザラスで4800円で買いました。ではこちらの XL15 スペースシップを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。このスペースフライヤーなんですけど、パーツ密度めちゃくちゃ高いですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で1時間40分かかりました。ではこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成。 XL15 シップです。はい、完成しました。シール貼ったらめちゃくちゃかっこよくなりました。ちなみにシール貼りにかかった時間は全部で1分か2分ぐらいかかりました。シール自体が結構大きくて貼る枚数も少なかったので、すごく貼りやすかったです。はい、こちらのセットに付属するミニフィグは全部で4体付いております。左からバズライトイヤー、ダービースチール、モーリスン、ソックスです。動画の冒頭でも言ったんですけど、僕ライトイヤーの映画は見たことがないので、バズ以外は何が何だかです。はい、こちらがバズライトイヤーです。全体をぐるっと見回すとこのようになって終わります。僕が思ってたバズって白を基調としたスペーススーツを着ているんですけど、こちらに付属するバズはオレンジを基調とした宇宙服になっております。宇宙服のプリントがすごい凝っています。これ頭部のプリントパーツなんですけど、これまんまバズですよ。これは本当によく作られております。そしてこのバズにはもう一つ頭部パーツが付いていますので、このように頭部を交換することができて、さらにこの頭部はリバーシブルフェイスとなっていますので、このように変えることができます。続いてはこちらのダービースチールです。これ右手のロケットランチャーめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。なんか見た感じ敵キャラっぽいですよね。ちなみにヘルメットを外すとこのように頭部が出てきて、付属のヘアパーツをつけることができます。で、さらにリバーシブルフェイスでこのように顔を変えることができます。手に持っているロケットランチャーをぐるっと見回すとこのようになっていて、結構小さい割にはすごいよく作られています。このロケットランチャーはシューターギミックがついていますので、ここを押すと、はい、このように発射させることができます。はい、続いてはこちらのモーリスンです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみに頭部はこのようになっていて、付属のヘアパーツを取り付けることができます。ちなみにこのモーリスンはリバーシブルフェイスはないので、表情パーツはこれだけです。ちなみにモーリスンのブラスターはこのようになっていて、このブラスターなんですけど結構面白い形をしてますね。はい、そして最後はこちらの猫型ロボットのソックスです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。この猫
箱型のソックスはめちゃくちゃ見た覚えがあります。去年トイザラス行った時、ライトイヤーが全面的に押された時に、このソックスのぬいぐるみだっけ、あれがめちゃくちゃ売り出されていたのを思い出します。そして残りの付属品はこの2つです。これはパソコンで、これはなんだろう、なんかクリスタルの入れ物なんじゃないかなって思います。ちなみにこのクリスタルの入れ物はシールとかではなくてプリントパーツになっております。続いてこちらはソックスのパソコンです。全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、ここを開くと、はい、こんな感じになります。はい、続いてはこちらの XL15 スペースシップを見ましょう。このスペースシップめっちゃかっこいいですよね。じゃあちょっと手に持ってみると、おお、これね、軽そうに見えて結構重たいです。特にこの後ろの部分がパーツ密度が高いので割と結構重たいです。これすごいですね。これシューティングゲームのもう時期ですよ。はいはい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。いやー、これはほんとかっこいいな。正面から見るとこんな感じで、横から見るとこのようになっていて、後ろから見るとこんな感じです。上から見るとこんな感じで、下から見るとこのようになっております。近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。操縦席のこの部分は黄色いクリアパーツになっております。オールドレゴの銀河探検隊を彷彿とさせます。で、このクリアパーツはこのように開くことができて、操縦席の内部はこのようになっていて、内部については結構さっぱりとしています。正面から見るとこのようになっていて、レバーやメーターがついているのが結構細かいと思います。ちなみにこのパーツ以外は全てシールになっております。はい、続いてはウィングの部分はこのようになっていて、機首とウィングと尾翼部分に XL15 の文字がついております。ちなみにこの部分はシールになっております。ちなみにウィングのこちらのクリアパーツなんですけど、この部分は赤いクリアパーツになっていて、反対側は緑色のクリアパーツになっております。はい、そして後ろから見るとこのようになっております。これ後ろのパーツ密度めちゃめちゃやばいですよね。僕が好きなのはこのバーニア部分ですね。ちょっと見えづらいんですけど、中はテクニックのギアパーツで再現されています。これは本当に完成度がめちゃくちゃ高いです。続いてはこちらの XL15 シップのギミックについて説明します。まずこのクリアパーツがこのように稼働して、この中にバズを乗せることができます。ちなみに乗せれるミニフィグは1体だけです。ちょっと後ろにスペースがありますので、無理やりなんですけどソックスを乗せることができます。で、このまま閉じると、はい、こんな感じです。続いて後ろのこの部分を下ろして、この部分を稼働させることでこのようにハッチが開きますので、先ほどのクリスタルやパソコンを収納することができます。こんな細かい造形なのに収納ギミックがついてるのめちゃくちゃすごいです。ちなみにこれビーム放題とかってどこにあるんだろうおそらくなんですけどこの部分なんじゃないかなって思います。多分設定的にはビーム放題とかないと思うんですけど、僕だったら間違いなくこの部分にビーム放題はつけますねはい、続いてはこちらの XL15 シップの台座パーツになっております。ちなみにこの説明文は全部シールになっております。最近作ったレゴだとトランスフォーマーのオプティマスプライムもこんな感じでしたね。で、台座パーツのこの部分と XL15 シップのこのピンの穴に取り付けることができます。はい、ディスプレイスタンドに置くとこんな感じです。これね、ディスプレイスタンドの角度も相まってめちゃくちゃかっこいいですね。ちなみに反対側から見るとこのようになっております。これもあれですね、シューティングゲームのパッケージですね。はいいや、このスタンドほんとよく考えられていますね。めちゃくちゃ素晴らしいです。はい、今回付属するミニフィグを全部並べるとこんな感じです。ミニフィグとか並べると結構雰囲気は出ますね。どうせだったらミニフィグのディスプレイスタンドも一緒にしておけば、余計良かったんじゃないかなって思います。で、動画の冒頭でこれ定価8000円って言ってたんですけど、今公式調べたら定価は6980円でした。うちの地元のイオンではこれ8400円で売られていましたので、これ考えたらイオンモールのおもちゃ屋さんってちょっとボってますね。はい、レゴライトイヤー XL15 スペースシップはこんな感じです。はい、ということでレゴライトイヤー XL15 スペースシップを組み立ててレビューしてみました。このスペースシップなんですけど、パーツ密度がすごい高くて、パーツ密度と造形の高さがめちゃくちゃ素晴らしくてとても良かったです。このセットはこういった宇宙船が好きな人にとってはめちゃくちゃおすすめできるセットだと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。